さあやってきました、今回もマリオカートのお時間です。やっぱね、いろんなキャラを使ったけど、結局のところロゼッタが一番強いってことね。ロゼッタやったらやっぱね、どんな新キャラよりも確実に1位とかね、好成績が取れるのも当たり前のゴンザレスのもんでございますよ。ということでね、もうね、バッチしてもしっかり1位取ればね、すぐ終わる。この動画を1位取った瞬間すぐ終わるマリオカートでやっていこうかなと思いますよ。マジだって余裕だもん。このクマちゃん、最近やはりこのクマちゃんにロゼッタが加われば、逆に負け要素を見せてほしい。だってこれもう3位だもん。まずこの3位ね、キープしていく感じ。まずここにね、非常に重要。ここでキープしていって、あ、4位、まあまあね、序盤はいいんですよ。序盤にはここら辺でいいんですよ。しっかりここにアイテム交換していきましょう。しっかり交換していって、はい、ダブル防御強すぎる。まあね、まあ、1位2位がね、バナナ持ってるから、はい、勝手に削れていってくれて、ありがとうございます。私の覇王色の覇気の前に破れていったかという感じでございますけども、しっかり1位でここにイン出しして、しっかり後に逃げていくよ。どんどん逃げる。どんどん離す。コインもだいぶ溜まってきて、8ね。OK、悪くない。さあ、赤コーラもんで、ね、青コーラ来たところで別にねって感じだね。まあ、すぐ後ろにおるけど、まあ、ここは無視してね、どんどんね。青コーラ来たんで、1回ブレーキ挟みます。よく気づいた、俺。最高。ここであえてコインを、ね、失わずに済むことはデカすぎる。ここは下がって正解だ。素晴らしいよ、よく気づいた俺。おっと危ないじゃん、キャサリン。いいね、やろうじゃねえか。さあ、いい順位。いいよ。悪くない。いやー、悪くない。おっと、いいね。いい感じに戦ってるよ。やっぱ強いな。あのね、これロゼッタ強いんですよ。おっと、ここでアイテム取れるんだけど、きつい。やっぱね、非常にね、めちゃめちゃね、走りやすすぎて。もう生かす、見えん、本当に見えん。ガチで見えん。何も見えん。いいよ、3枚上がって。ファイヤー、ファイヤー。後ろに、危ない。あぶねえ。むしろいい。今のは非常に危なかったから、むしろいいよ。コイン稼ぎたいけど、あんま稼げんな。いや、ここはもうね、どこまで攻めれるかな、ここ。どこ、青コーラ行ってるから、ここはしか余計の。食らって、さあ、お前と俺の一騎打ちじゃねえか。早めにキノコ使って、アクコーラ投げて。いやー、ガードされたか。しゃあない。これはしゃあがない。まあいいでしょう。まあ2位で。やっぱりアベレージが高い。非常にアベレージが高い。安定した走り。安定した速力。安定した。さあ、来ました。こちら、ピーチサーキット。ピーチサーキットといえばもう俺やん。なんか、決まっとってか俺が決めたんですけど。だってもう、ほら見て。この完璧なクラクションですね。完璧なクラクションを進めてアクセル来ると思いきや俺は打開できます。今回は圧倒的な打開見せる。おっと、ここにコインあんな。爆笑ぜ、爆笑。あのコインまず稼ごうぜ。さあ、距離はめちゃめちゃ半周差ぐらいついても全然いい。さあ、これコイン稼ぎたいけどちょっと取れんまあいいや、いいでしょう。さあ、ここから行きましょう。さあ、このコインがゆくゆくね、いいですから。さあ、だいぶ差はついてきたら、この圧倒的打開で全ての決着をつけてやろうじゃないか。さあ、破壊的な。さあ、ここで1アイテム2アイテムスター使っていきますよと。でここでコインをしっかり123と。いいね。さあ、だいぶ差は開いてるが、俺は負けない。こっから打開というのを見せてやるよ。さあ、しっかり。さあ、コインも溜まった。さあ、ここでスターもしっかり使って。さあ、コインはもう10コイン。素晴らしい。あっと、できそう。おっと、これ3段を引いちゃうんですよね。まだ使わない。ギリギリ使おう。ギリで使っていいでしょ、ここは。まあ、スター持ちが1個おるからね、あれやけど、まあ、早めにこれ使うしかないよねって感じで。あー、アイテム1個取れるのもったいないな、今の非常にもったいないけど、キラーを引いちゃうんですよ、ここで。ここでキラーを引くのが男ってもんよ、完璧。さあ、使うか。もう早めに使いましょう。これ、論機の場所知らねえから。これ、論機の場所なんか知らねえから、やれるときにやっちゃおうっていう精神なわけでございますよ。いいよ、素晴らしい。伸びる。さあ、金機能も早めに使って。さあ、こっからどんどん打開していこう。ちょっと距離を詰めて、そろそろまずいかなって感じなんで、ここは1回距離を詰めましょう。しっかりとここでガッツし前に攻めて11、まだ11。まあいい、まあいい、悪くない。あいつテルサ持ってんな。さあ、サンダーが降ってきたら、ここら辺まずいけどね。早めに1個使って、これねーけど、2個取りして、OK、完璧、いいよ。いいね、熱いよ。キノコももらっちゃって、いいよ、悪くない。いいよ、さあ、戻ってきた。さあ、打開図が戻ってきましたよ。完璧な打開、決めようぜ。さあ、ここで、まだ踏んだよ、サンダー踏んだよ。さあ、これ早めに使って、さあ、ゲームの始まりです。うわー、ちょっと伸びた。いや、大丈夫。ごまかして。危ない。オッケー。引かれて。引かれてんな、やつら。オッケー、完璧。待って、いいよ。これ、いける。あー、これちょっと。今使ったのもったいなかったか。やば。うわ、最悪。腹立つ、マジで。おい、待って、今のあかんやん。おい、今のテレスの赤コーラに全てが狂った。待ってくれ、俺の計画は全て狂った。マジか。ちょっと待ってくれ、どうしよう。
や、こっからどこまでいけるかよ。お前マジであー、こいつ腹が立ちまする。許せねえこいつ。マジあ、ちょっと待って待って、はい、このゲームはクソで、はい、来ました。ここはキノコ拳入完璧です、完璧です。もう勝てる俺で、ね、ショートカットこう覚えましたね、ちゃんとね。さあ行きましょうか。ノルジェック、オッケー、行こう。よし、さあ行きましょう、完璧です。さあ来ました、圧倒的な総力というものをあなたに見せてやりましょうじゃないですか。いいよ、しっかりね、E を刺すということも重要です。しっかり重要で、これね、このダッシュもしっかりと、全然決まらんやんか。俺の CG は下手くそすぎんか。ここね、左がいいんですよ。左がね、コインもあるし、あ、コイン取られるけど、まあね、これキノコもしっかり使って、アイテムも使って、まあね、ここにね、真ん中行かないことは、真ん中行くってことは逆にね、人が多いから、ダメージ食らいやすくなるんですよ。ちょっと危ない。で、俺もね、ここ、あえて逆サイ行く。あえて逆サイ行くことによって、他のやつらとね、争わない。で、ここはしっかり切ることして、崖越えを決めていくんだよなぁ。ちょっと、いや、ずれたけど、まあいいでしょう。ずれたけど、まあいいよ。悪くない、悪くない。これから勉強。オートアイテム取れるのきついけど、よしならいいでしょう。完璧よ。しっかりと、この7G が決まらんな。7G がわからん。ここはね、もう真ん中に。危ない。おい、アイテムが取れん。熱い、そして、うちのルズってほかすな。危ない。お前ら危ない。うわ、やべ。あいつらに戦っちゃいけん。あいつに喧嘩打っちゃいけんわ。あー、危ない。私なんかあいつクリティカルヒットしてるわ。素晴らしい角度で、物理の計算でいっちゃうね。さあ、キノコ来い。キノコ、違うね。いや、いいでしょう。まあ、避けて、しっかりここね、まあ、1位は譲ってもらいましょうよって感じで。赤コーラ持ってる。ナイス投げ。いいよ。はい、来た。1位チャンス。やっぱいいよ。すごい。3戦連続、1位いけるかも状態ですよ。さっきだってね、なんかミス、なんかやばいこと起きんかったらね、ワンチャンいける説あるからね、アイテム取れるのきつ。いや、でもいい。総力で1位。総力で1位。素晴らしい。いいよ。圧倒的に、圧倒的に。ここはあえて、左やな。左で行こう。ここは、まあ赤コラ持ってるから、あいつまして、いや、なんか嫌な。いや、今投げて、うわー、待って、なんで当たってない。今、ボムいけたやろ、絶対。マジ今、絶対勝ったと思った。眩しい。日没に、眩しい。大丈夫それ。ハンデすごくない？なんかみんな絶対事故起こるって。危ないよ、事故起こるって。さあ、ここのコースはね、滑りやすい、とにかく。とにかくもっと滑りやすいコースでございますけど、でもだから楽しいんですよ。だからこその楽しさってわけがありもんですよ。さあ、行きましょう。しっかり1位を取って終わらせる。この動画1位取った瞬間終わるんだ。動画中、やばい、これ多分4レース目だから、4レース目よね、今多分。だから、ちょっと、ギュイッと曲がって、しっかりもうね、4レース目で1位取れればいいんじゃないですか。もう動画時間10分もないかもしれん、あるかないか分からんけども、でもこれ1位取ってパパッと終わりましょうよって話なんですよ。危ない、ここらがマジで。さあ、しっかりと、まあね、順位いいよ。はい、ここで使わんときたいね。守りで構え、しばらくこれもあのファイヤー、危ない、ファイヤー、いいよ。誰もファイヤー立ってねえじゃねえか、お前何しとん。さあ、これしばらく緑コーラ持っときたいよね。 でもここら辺でね、しばけるんだと思いますよ。はい、ワンヒット、オーケー、3ヒット。あいつの防御を剥がしたとはでかいよ。素晴らしいスナイパイング能力で決めてください。さあ、バナナを置いちゃったか、これでしっかりと。多分1位、2位、3位がみんな近いよ。いいね、近いね。みんなの力をとコーラのこのこの引いて、のこのこ引いて、さあ、さよ太郎とあゆの一騎じゃ、ボーム危ねえな、危うく俺の肝臓に当たるとこだったよ。ちょっとしたところで俺の肝臓がえぐれるところではあったけども、危なかった。さながら、五条の術式の紫、挙式紫を食らったパパグロ、パパの伏黒当時の脇腹のように食らうところではあったけど、しっかりとこれキノコだ、ほら、これ勝ったぞ、これはもう勝ち申したぞ。圧倒的な、見てこの距離、青コーラ来ようと俺には青キノコもある。素晴らしい。さあ、何も見えここで青とか攻めます。さあ、それでいいよ、攻めていこう、いけるここね、使いたくない、まだ使わんよ。後ろ来てんね、バカ飛んだボケのあずか、気持ちいい。しかし、時すでに押す人はこのことよ、俺が1位だー。やっぱロゼッタって強えな。